そしてその第2クォーターが間もなく開始となります。攻撃権はリードエフォートエールズ、自陣42ヤードからセカンドダウン9で試合再開です。さあクォーターバック4番、ここでオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーでクォーターバック自らがチョイスしました。このキープによりましてエールズ約5ヤード前進となっています。オプションプレーの判断をしましたのはエールズ4番のクォーターバック信弘、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズボールを自陣48ヤードの位置に進めましてサードダウン4、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は4ヤード。エールズファーサークォーターバック4番、パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクラム、右オープンに展開してそこから縦へ切れ上がって見事攻撃権更新といたしました。リードエフォートエールズファースター、巧みな判断しまして果敢に攻撃権更新果たしたのはリードエフォートエールズクォーターバック4番の信弘、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。これによりエールズ相手陣に入りまして相手陣48ヤードからファースターアンテ、さあ今度はランニングバックの34番が中央へ突破を図ります。タックル受けながらしかしセカンドエフォートで約5ヤードのゲインとしました。ランニングバック34番は八木、近畿大学出身。エールズ相手陣44ヤードからセカンドダウン6に訂正します。先ほどのゲインは4ヤードに訂正いたします。エールズセカンドダウン6、さあ第3打再び中央へなんてハンドオフを受けた34番、見事ディフェンスの隙間を縫って攻撃権更新です。リードエフォートエールズファースター、素晴らしいラン決めましたな。ランニングバック34番の八木、近畿大学出身。これによりエールズ相手陣36ヤードに入りましてのファースターアンテ、さらに八木が走ります。再びハンドオフを受けて中央突破、一気に攻撃権更新としました。リードエフォートエルズファースター、八木が快走しまして一気に相手陣25ヤードの位置に入りました。エルズ相手陣25ヤードからファースターアンテ、ナイスゲーム、ファースター、クォーターバック4番、今度はワイドレシーバー22番にパス、これを22番キャッチアンドランし攻撃権更新です。エールズファースター、失礼しました、攻撃権更新には至っておりません。9ヤードのゲインです。しかし大きく前進としています。見事なキャッチアンドランしましたのはエールズ22番の山下、摂南大学出身のチーム代表です。エールズセカンダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣16ヤード。さあしかし今度は翔英がナイスディフェンス、ランニングバック24番に託し右オフタックルでのランプレーを展開しようとしましたがこれを翔英91番が察知しましてノーゲイン、攻撃権更新には至らせておりません。翔英91番は藤井、近畿大学出身。エールズ相手陣16ヤードの位置に留められましてサードダウン残り1ヤードのシチュエーションに挑みます。さあこのサードダウンコンバージョン決めることができるでしょうか。
翔英防ぐことができるでしょうか。さあクォーターバック4番自ら持ち込んだ攻撃権更新です。ファースター、ここでエールズクォーターバック4番ハンドオフオプションで自らキープ、タックルを受けながら見事攻撃権更新としました。リードエフォートエールズファースター。クォーターバック4番は信弘です。京都工芸繊維大学出身。エールズ相手陣14ヤードからファーストアンテン。ナイスラー、ナニバック19番ジェットモーションスイープ、一人だけ動かしていい選手をモーションさせて、その選手にボールを持たせまして右オープンをつかせました。期待に応えて19番見事攻撃権更新としています。リードエフォートエールズファースター。素晴らしいランしましたのはエールズ19番のサコン、摂南大学出身。エールズ相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール、残り1ヤードの攻防になります。タッチャー、この1ヤードエールズランニングバック34番に託しました。ハンドオフを受けた34番そのまま密集点突っ込みましてタッチャー。エールズ6点獲得、見事タッチダウンしました。エールズ34番は八木、近畿大学出身。そしてトライ4ポイントに挑みます。キッカーは24番の小林が務めます。キック成功、1点追加。リードエフォートエールズ7点、ショーエイブルザーズ6点、エールズ逆転としました。先に先制を許しましたエールズ、しかしこの攻撃シリーズ見事にタッチダウンとしまして、さらにトライ4ポイントを決めて1点リードという形に変えました。トライ4ポイントの成否がこの接戦になりまして大きな勝敗の分け目になるかもしれません。さあその得点を挙げましたリードエフォートエールズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで再開となりますため、必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい格好になっています。翔英リターンに入ります。リターナー33番中央突破を図りましたが自陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。翔英自陣29ヤードの位置からファーストアウト。バック2番ハンドオフプレーから自らキープを展開しようとしましたが、これをエールズディフェンス陣察知しまして、このランプレーノーゲインと変えました。エールズディフェンス陣活気づいております。翔英自陣29ヤードからセカンドアウト。
クォーターバック2番ハンドオフフェイクからパスをハンドオフフェイクからパスを投じようとしましたが、しかしここで急遽スクランブルに変えました。この判断によりまして約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック2番は山西、近畿大学出身。長英自陣34ヤードからサーダン5、2番パスを投じようとプレーアクションパスに構えました。しかしこの時プレッシャーを壊した際にタックルを受けましてボールはファンブル、ファンブルを抑えたボード、このボールを抑えたのはリードイフォートウェルズ、したがって攻守交代、ターンオーバー。ここでエルズ素晴らしいディフェンスによりまして攻撃権を奪取しました。相手陣38ヤードからエルズファーストアンテン、ライバック24番ハンドオフを受けて右オフタックルを疾走、タックル受けながら約8ヤードの約7ヤードのゲインとしています。ライバック24番は小林、京都工芸繊維大学出身。エールズ相手陣32ヤードからセカンドダウン4、クォーターバック4番ランニングバックにトスをすると見せかけキープして中央突破を図りました。しかしこれは省エディフェンス陣集まりよく約1ヤードロスに変えています。ロスは2ヤードに訂正いたします。ここでホイッスル、チームタイムアウト、リードエフォートエールエールズ、ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずエールズ前半残り時間まもなく1分を切ろうという状況でここで一旦作戦タイムを兼ねましてタイムアウトを取ります。この残り時間1分6秒の間に双方とも得点を挙げない場合、この現在のポジショニングタイムアウトの残数はすべてリセットとなります。言い換えますとこの1分6秒の攻防は非常に重要な要素になります。さあここでまず前半1回目のタイムアウトを入れましたリードエフォートエールズ、この攻撃見逃せることができるでしょうか。まもなくタイムアウト解けます。ボールオンはエールズ相手陣34ヤードの位置、エールズサーダウン6、さあここでドロープレーを選択しました。パスの裏をつくように中央へのランプレー、キャリア22番攻撃権更新図りましたが、しかし3ヤードの原因で攻撃権更新には至っておりません。エールズフォースダウンの状況に変わります。ここでホイッスル、ここで翔英が前半1回目のタイムアウトを取ります。エールズ4回目の攻撃になりまして、その最後の攻撃果たしてどのような選択をするのか、ここで翔英がその対応のためにタイムアウトを取りました。
タイムアウトを解けまして試合再開となります。エールズフォースダウン3、エールズプレーをする体型を取りました。フォースダウンギャンブル4回目の攻撃、3ヤード前進したいと攻守交代になりますがプレーとします。ジャンブル成功、ファースター。クォーターバック4番、ここでショットガンフォーメーションから味方ブロッカーを固めての左オープンへのランプレーでした。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。この反則どちらのチームだったでしょうか。オフェンスの反則です。後ろからブロックしました。ボールを持っているチームは相手を前からしか接触してはいけません。後方からは危険なため10ヤードの抜体となります。従いまして、従いましてリードフォートエールズ10ヤード下がりましてのフォースダウンとなります。エールズフォーメーション変えましてパントフォーメーションとしました。このパントはコントロールされ昌栄陣15ヤード付近でボールデッドとしました。この位置で攻守交代となります。昌栄次前16ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、何枠26番ハンドオフを託され中央突破を展開しました。約6ヤードのゲインです。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりましてリードインフォートエールズ7点、昌栄ブレザーズ6点、エールズ1点リードという形で前半終了となりました。